バターナッツスクワッシュの断面。バターナッツパンプキン。バターナッツスクワッシュとは、ツルになるカボチャの一種。日本カボチャの品種の一つである。熟した実を秋に収穫する、冬カボチャに分類される。氷炭型の実は、重さが 500g から 1kg で、高褐色の火火と汁気のある果肉を持つ。上部はやや水っぽく、膨れた株に種が入っている。一般のカボチャ同様。 甘みとナッツの風味がある。繊維質が少なくねっとりした食感に特徴がある。こなすと次第にオレンジ色が深くなり甘みが増して濃厚な味になる。食物繊維、ビタミン C、マンガン、マグネシウム、カリウムなどの栄養素を含みビタミン A とビタミン E は特に豊富である。食材とするのは果実だが野菜として調理される。調理法としては ローストや、ソテー、カリカリに炙る、プレにして、スープに用いるなどがある。マッシュしたものをキャセロールに入れたり、パンやマフィンの生地に混ぜることもある。バターナッツの中で最も普及している編集、ウォルサムバターナッツは、マサチューセッツ州、ウォルサムにあるウォルサム試験場において、ロバート・ヤングが作出したとされる。しかし、ドロシー・レゲットが主張するところでは、 その夫チャールズが1940年代にマサチューセッツ州ストでウォルサムバターナッツを作り出し、ウォルサム試験場の研究者に伝えたのだという。ドロシーによれば、チャールズはグースネックスクワッシュとハバードスクワッシュを掛け合わせて新しい品種を作り、バターのように滑らかでナッツのように甘いことから名を付けた。オーブン焼きはバターナッツスクワッシュの調理法として代表的なもので、 ある。果実を長軸に沿って二つに割り、油を塗るか水で濡らした断面を下にして、クッキングシートに置き、柔らかくなるまで45分ほどオーブンで焼く。焼き上がったものは、様々な料理に用いられる。火火や加工、種は普通食用とせず、料理の前に取り除いておく。ただし、種は生でも焼いても食べることができる。火火火は加熱すると柔らかくなって食べられる。 オーストラリアではパンプキンの一種とみなされており、他の種類のパンプキンと同じように使われる。バターナッツスクワッシュは南アフリカ共和国でも一般的に食べられており、スープにしたり丸ごとグリルで焼いたりする例が多い。グリル焼きにする場合、ナツメグとシナモンなどのスパイスを振ったり、中に詰め物をしてからホイルに包んで焼く。グリル焼きはブラーイスの付け合わせとされ、 スープは前菜にされる。ありがとうございます。